恐縮です。よろしくお願いします。横になります。あ、そうです。横に引いて、あ、そっちを縦にですね。はい、立ち方いいですね。はい、A という字はこの火を引き締めるんですけど、あ、かなりそこはよくできていると思います。はい、ありがとうございます。広がってこの中心に入っているので、これもいいです。はい、少し引き締めすぎたかな。ああ、ほんのちょっとね。そうですね、詰まりすぎてますね。はい、そんな狭い中にもちゃんとこの中にね、縦棒がきちんとまっすぐ入ってるっていうのが、はい、バランス感覚が大事なんですね。素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、これちょっと隙間がね、ちょっと先生出たかな。はい、あ、で左払い行くときにちょっと先生ね、立ちやすいので、もう少しだけ左側に寝せていいですね。横にね、はい、寝かせていくとここゆったりしたと思います。 ありがとうございます。はい、じゃあ1年ぶりのお手本を、はい、復活できて嬉しいです。はい、私も嬉しいです。11ヶ月ぶりです。はい、まあというか11月に来てますから10ヶ月ぶりですね。10ヶ月ぶりですね。はい、不死鳥っていう字を今書きましたんで、不死鳥ですね。はい、悪性リンパ腫から、それの方が先生よかったかな。不死鳥さん、はい、これはこれでいいですか。はい、はい、ぜひ先生不死鳥拝見させてください。作品に出してちょっと印鑑は後でします。ジン。最初から立っていくんですけど、はい、こういう書き方があります。行っちゃってから間違いじゃありません。あ、そういう書き順もあるんですね。はい、逆にあの子供たちが見ると。先生書き順違う。そうですね、これ書道では間違いではありません。あ、はい、先生広がりますので ですね。からまた囲いが入りますので、とにかく上のところをね引き締めてあげる、うん。すごく自覚が多いですね。多いですね。お疲れ様。お疲れ様でございます。優秀の優も画数が多いので、うん、
どん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 ね、横画がたくさんあって心が入ってどんどん下に来ますので、ね、やっぱりこう引き締めが、引き締めですね、引き締めで、最後隅ないのでちょっとゆっくり動かしていきます。筆の速さっていうのもそうやってですね、ええ、時速緩急、これが大事です。 ありがとうございます。わあ、綺麗。先生の不死鳥を拝見したいですね、はいはい、今日さっき書いたんで、あ、これは先にあれですね、携帯を通して見せちゃうといけないわけです、ね、いやいや、そんなことないと思います、はい、そんなことないと思います。あと陰を打てば、はい、承知しました。綺麗、はい、ありがとうございます。